今回お届けする時代劇映画は1958年昭和33年4月に公開された美空ひばり主演「ひばりとりもの町かんざし小判」について語りたいと思います。本作時代劇は「ひばりとりもの町」シリーズ第3弾を数え前年度に公開された「ふりそでとりもの町ちりめんかご」から「冠にひばり」と名付け本格的にシリーズ化され合計6作品が制作されました。 原作に瀬戸口虎尾、共演者に前作同様に、最終作まで東千代之助との名コンビぶりで作られ、本作の敵役には鈴木田健二、安倍楠雄といったベテラン俳優陣に、酒井俊二、星十郎、杉教授といった名脇役が、それぞれに味わい深く脇を固め、若手俳優には、当時、売り出し中の里見光太郎が出演していました。ちょうどこの年、東映が各社を抑え、興業成績堂々の第一位となり、 また同日に本作は大英のオールスター映画「中心蔵」の興行を上回る大ヒットを記録したとも言われました。監督の沢島忠は、東映の大川博史社長曰く、巡洋艦で敵戦艦を破った、と彼に名言を残し、まだ駆け出しの新人であった沢島に対し、ひばりは絶大な信頼を寄せて、彼女のごひい監督となり、ひばりとは晩年まで親交を持ったと言われています。本作は沢島にとっても、 最先の良いスタートとなりました。まさに、ひばりの鳥物帳、シリーズ全6作品は映画黄金期時代、映画の観客動員数も毎年10億人を超え、歌の女王、ミソラばりの姿を一目見ようと映画館に駆けつけた観客数も天井知らずであったと言われました。時代劇は投映その名の通り、歌の女王、ミソラばりは銀幕の女王となり、 次々とひばり主演の映画が制作され、好成績を挙げていったのです。では、ストーリーと主要人物を軽くご説明いたします。まず今回の役どころの妙味は、美空ひばりが幕府老中の安倍世の神の妹、妙姫という身分でありながら、安倍川町で鳥物名人として、おかっぴきのお七と名乗り、彼女が身分を隠しているところに面白みがあり、そのお七と妙姫のギャップの違いが、まさにユニークでありました。 ちなみにおかっぴきとは、町奉行が預かり知らぬところ、目明かし、御用聞きとも呼ばれ、町奉行所の寄り木や童心よりも、さらなる各下扱いで、お給金もビビタル小遣い程度に、童心の懐から出されていたほど、身分が低く、空に困るおかっぴきは、霞を食って生きていたなどという、文献も残っているくらい、現在で言えば生活保護に近い暮らしぶりとも言われていました。お七には、そんなお七を陰ながら見守る、 兄の安倍世の神やお城の生活に飽き、何かとそんなお七に手を焼く寺尾十内を杉教授が演じていました。そして、この物語で、これまでにない、役どころで東千代之助が大酒飲みの豪快な浪人、佐々木兵馬を、のっけから最後までテンション高めで痛快に演じていたのも、従来にない、新しい役どころでありました。今現在で言えば、ミスコンのような恒例の催しが、江戸は浅草にあり、 美人番付のお披露目中に番付に名を連ねた参加者が何者かにあやめられ、かんざしが奪われてしまっていた。お七は事件の裏に、このかんざしにまつわる状況証拠を掘り出していくにつれ、その三本のかんざしには藩の埋蔵金のありかを示す謎解きがあり、それを狙う志垣モンド賞の一味の仕業とわかり、お七はその第三のかんざしの持ち主が被害者となる前に、その持ち主になりすまし、物語の山場で、 お七な歌舞伎の勧進帳の弁慶に扮し、大見えを切るシーンは、この作品を引き出す大きな見どころであった。この時代の美空ひばりは、歌に舞台に映画にと、その多忙ぶりは芸能界随一と言われ、眠る時間もない、スケジュールの毎日であったという、そんな芸能活動の中で本作も作られた。常にプロ意識を持ち、自分が納得がいくまで何度もテイクを重ね、切磋琢磨した作品である。 まさにひばり一色のひばりの良さを彼女の七変化を交えた魅力度満載の一本です。